この配信は郡山自動車学校とキスキの提供でお送りします。教習の不安もワクワクも分かち合える、友達のような家族のような存在でいたい、人とライセンスを心でつなぎたい。スピードプラン受付中。郡山自動車学校。福島県内の建設業で初めての L 星認定、福島県ワークライフバランス男女共同参画大賞を受賞。これからも安全第一、品質第一で、株式会社キスキ。毎週土曜日11時40分からは福島県のサッカーを盛り上げるキックオフ福島。いわき FC と福島ユナイテッドの最新情報と試合の見どころを分かりやすく解説、小中高校女子サッカーも徹底取材、サッカーの魅力満載です。第103回全国高校サッカー選手権福島県大会の決勝です。仲間と乗り越えた試練、仲間と分かち合った喜び、全力で過ごした一瞬一瞬の積み重ねが今につながっています。決勝まで勝ち上がったのは4大会連続15回目の頂点を目指す尚志高校と、4年ぶり2回目の頂点を目指す学法石川高校。今から踏み入れる決勝のピッチで一瞬一瞬を全力で戦い抜いたその先に、両校のサッカー部員243人が目指す選手権の舞台が広がっています。全国へと思いをつなぐために、この仲間と今ここで全力を尽くします。選手入場です。全国へと思いをつなぐのはどちらのチームか、この後キックオフを迎えます。大観衆が見つめるピッチに頂点をかけて全力を尽くす両校の選手が入場してきました。第103回大会の決勝戦、尚志高校対学法石川高校の一戦をお伝えします。会場はネーミングライツスポンサー契約によって今年4月に名称が新たになりました仙台大学サッカーフィールド郡山です。今日の天候は晴れ、気温は 16.7 度、北の風が 1.8 メートル吹いています。そして放送席の解説はサンフレッチェ広島、福島ユナイテッド FC、インド、パラグアイでプレーをされて、現在は福島ユナイテッド FC のアシスタントコーチを務めていらっしゃいます遊佐克美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは遊佐さん、今日は絶好のサッカー日和ということになりましたが、会場の雰囲気いかがでしょうか。もうパーフェクトです、見ているこちらも気持ちが高まってきますよね。魂が揺さぶられますね、この尚志高校と学法石川の対戦、両校が決勝で対戦をするのがこれが5回目ということになります。まずは4連覇15回目の頂点を目指す尚志高校、全国大会出場、その先の全国制覇を目指しています。また多くの選手がさらにその上のプロの世界を目指して集まってきています。最近は尚志高校 OB の活躍目覚ましいですよね。素晴らしいですね、プロになってからの人間性っていうものが勝負を分けるね、素晴らしいと思います。2022年 OB のチェイス・サンリ選手は現在ドイツのフツットガルトでプレーをしていまして、あのチャンピオンズリーグに20歳でスタメンで出場しているんですよね。レアルマドリードとプレーし対戦してましたからね。エムバペ選手とマッチアップしてましたからね。興奮しましたよね、そのチェイス・サンリ選手もかつてはこのピッチで戦い、第100回大会では決勝ゴールも奪っています。対するは4年ぶり2回目の全国を目指す学法石川、これが2年ぶりの決勝です。学法石川は99回大会の準決勝で尚志を破り初優勝を飾っています。創部25年目での初優勝、そのゲームも1点を守り抜く学法石川らしい堅守が光った試合になりました。当時尚志の2年生にはチェイス・アンリ選手も所属をしていました。この時の全国出場を中学校2年生の時に見ていたのが今の高校3年生です。あの時に見た憧れの舞台まではあと1勝に迫っています。ではここまでの勝ち上がりをご覧いただきます。尚志高校は
準々決勝からの登場で福島東に2対0、準決勝では27年ぶりに準決勝に勝ち上がってきたいわきを5対0で下し決勝進出を決めています。一方、学法石川は4回戦からの登場で、準々決勝は須賀川総栄館に1対0、準決勝は帝京朝霞に対して PK 戦、接戦を制してこの決勝まで勝ち上がってきました。伊佐さん、尚志と学法石川、持ち味の違うチームの対戦になりましたね。攻撃的な尚志、はい、守備がいい学法石川、ここの勝負になると思います。攻撃的なパスサッカーの尚志、堅守が光る学法石川、県内屈指の矛盾対決になる福島県大会の決勝戦です。さあ、両チームがエンジンをほどきました。始まる前、稲田監督と熊倉君、入念に喋ってましたね。キャプテン熊倉と稲田監督、そうです。そして中村監督は座って腕組んで見ておりました。対照的ですね。対照的です。東北一のパスサッカー集団としての誇りを胸に目指すは全国制覇尚志高校。学法石川高校、高い壁を乗り越えたその先に夢の舞台が広がっています。第103回大会福島県大会の決勝、まもなくキックオフを迎えます。尚志対学法石川、両チームの部員243人の思いがぶつかる決勝、今キックオフされました。画面の左から右に向かって攻める白いユニフォームが尚志高校です。ここはヘディングでルーズボールの奪い合い、学法石川高校エリアの中に攻め込んでいきます。20番の吉田が足を伸ばしました。紫の学法石川高校です。ここで一気にカウンターを仕掛けるのが尚志高校、白のユニフォーム9番の矢崎レイスです。上がりが早いですね。この攻守の切り替えが今年は尚志高校一つの武器です。2番の荒川からクロスを上げようというところですが、ここは学校石川高校4番の平楽がディフェンスを見せました。胸で落としてシュートまで行けるか、右足シュート。最後は14番の尚志高校、長坂俊太がシュートを放ちましたが、その前にオフサイドのフラッグが上がっていました。ディフェンダーの見えない位置から長坂君が入ってくる、素晴らしい位置取りでしたね。今日はここでさ、ポジションに左足でカバーしてシュート、素晴らしい位置取り、ただオフサイドでしたね。あわや先制ゴールかというシーンを見せました白の尚志高校、4年連続15回目の頂点を目指しています。一方、今一つピンチをしのぎました紫の学法石川高校、右から左へと攻めていきます。4年ぶり2度目の福島の頂点を目指します。改めて放送席の解説は福島ユナイテッド FC のアシスタントコーチを務めています湯佐和美さんです。まずはこのゲームの立ち上がり、どういったところを見ていきましょうか。やはり学法石川が前から行くのか、それとも真ん中でブロックを組むのか、ここが見どころです。はい、前から行ってますね。今これで圧力をかけることによって高い位置を奪えるとカウンターに転じれます。裏を狙います。ここはゴールキーパーの日下修司が出てきました。学法石川高校です。では今日の仙台大学サッカーフィールド郡山の気象です。天候は晴れ、気温が 16.7 度、北からの風 1.8 メートルとなっています。絶好のサッカー日和となりましたね。完璧ですね、全てが。さあ、ここも尚志高校、最終ラインから長いボールを前へと送っていきます。ここでターゲットになるのは9番のエースストライカーの矢崎レースです。学法石川前から行くんですけど、後ろのラインはそんな高くないです。さあ、前に送るのは紫の学法石川ですが、インターセプトしました。ここは8番の星慶次郎です。尚志高校、白のユニフォームで今日戦います。セカンドユニフォーム左へ、このパス交換が尚志高校の魅力です。縦につきました。素晴らしい。長坂前を向く、慌てないこと。左足のシュートに行きました。ディフェンダーに当たって尚志高校が1本目のコーナーキックを迎えました。立ち上がりから存在感を見せるのがこちらの背番号14番の長坂俊太です。最初のコーナーキックですね、どのような配置になるか見ものですね。前日練習でも徹底的にこのコーナーキック、セットプレー鍛え上げてきたというのが尚志高校です。キッカーがサイマル、ターゲットは9番の矢崎レイスがファーサイドに上がっています。一番遠くには4番の西舘優真。ゲームをコントロールするために出身の方がしっかり注意して基準を作ってますね。今日は主審佐藤智和さんです。今シーズンは主に J2 リーグで主審を務められているということです。はい、福島ユナイテッドの練習試合とかも吹いてくれてます。素晴らしいレフリーです。こ
ここでゲームが仕切り直されます。さあ1本目のコーナーキック、尚志高校チャンスを迎えています。風はほとんど感じられません。ニアサイドに3番の大須が、ファーサイドに4番の西舘と矢崎レースが上がっています。尚志高校です。マンツーマンですね。学校石川は人につく守備の仕方をしています。両校ともにこのセットプレーが鍵を握ると話をしていました。キッカーはサイマル。セカンドボール勝負です。ストレート系のボール、ファーサイドセルコとこの後逆サイドに流れました。慌てないことですね。星慶次郎からパスをつなぎます。7番の大内寛介です。左足のクロスが入る。ヘディングで弾くのは学校石川です。ラインもしっかり統率されてますね。中4対3の状況になってます。いい出足。ではこのゲームをさばく審判をご紹介します。主審が佐藤智和、副審が佐藤優、副審が新井雅樹、第4の審判が菊池優太です。そしてこのゲームの試合形式ですが、前後半は40分ずつの計80分、決着がつかない場合には延長戦10分ハーフで行われます。その後 PK 戦、選手の交代は5人まで認められています。立ち上がりから目が離せない攻防が続いています。尚志高校と学校石川高校の一戦です。学校石川が守備の時5枚になる時もありますね。様子を見ながら説明していきます。手元の時計で前半の5分を経過しました。直近の10大会を振り返っていきますと、10大会のうち9大会で優勝しているのが尚志高校です。さあ切り込んできた、市川から縦にパスをつないだ。ここは弾きますが、学校石川高校、これが伝統の堅守です。やはりボールにプレスに行きたいんですけど、はい、ゴールは真ん中にありますので、サイドにサイドに持っていかせたいですね。中央はやらせたくないと思います。星から柔らかいパスが出る。素晴らしい。左サイドで市川京志郎、このドリブルが武器です。いやナイスボール。ここはヘディングで20番の吉田が弾いてきました。学校石川高校です。11番の鳥居辰樹、紫の学校石川高校、これをラインを1本狙っていきます。ラインを押し上げたいんです。後ろはただあまり高くしませんね。背後のケアをちょっと怖いのかもしれません。学校石川の方は少し押し込まれる展開が続いている学校石川ですが、ボールを奪った時に一気にラインを上げたいということですね。そうですね。ただ尚志の方はボールを持ちやすい構図になっていると思います、まあ、ここまでは見立て通り攻撃の尚志、堅守の学校石川という展開になっています。直近の10大会では9大会優勝しているのが尚志高校、そしてその尚志を唯一破って全国に進んでいるのが99回大会の学法石川高校ということになっています。サッカーは何があるか分かりませんから ね。さあ右から大内寛介です。チームのドリブル職人、8番の星慶次郎、中央でボールを埋まってここで一度落ち着かせます。4番の西舘から長いボールが通ります。市川のヘディング、尚志高校です。ここはラインを割りました。5番の原田君、少し尚志高校がバックパスした時にクッとラインを上げてこまめにやってますね。さあその尚志高校ですが、ここまでは準々決勝からの登場で7得点無失点で勝ち上がってきました。まさに盤石の戦いを見せています。中村浩二監督は伝統のパスサッカーに走る力が加わった新しいスタイルの尚志で福島の頂点を目指したいと話をしています。この豊富な運動量、厚みのある攻撃というのが今年は尚志特徴ですね。いや本当にパスサッカーだけじゃなくしっかり守備もできる、そして走ることもできる、無敵といえば無敵だと思います。全国制覇を目指しています。一方の学法石川は4回戦からの登場で、こちらも3試合を戦って無失点、5得点無失点堅守を誇ります。さあここも矢崎レイスを狙っていきますが、20番の吉田がここはヘディングで弾きました。4番の平大河から1本前に送っていきます。稲田正信監督は尚志高校相手にも学法石川らしく粘り強く戦っていけば必ずチャンスはあるとコメントをしています。あ素晴らしい、お互いいい球際の戦いです。まずは前半の立ち上がり、この中盤でのボールの攻防奪い合いが激しくなっています。尚志高校対学法石川高校、攻撃サッカーが持ち味の尚志高校と堅守が光る学法石川高校の103回大会の決勝戦となっています。尚志高校も戦い方知ってますね。最初はやはりあまりつながない、相手陣地でサッカーしようとします。百戦錬磨とも言えますからね。そうですね、経験値が豊富という尚志高校中村浩二監督です。こういうところも落ち着いてますよね。競らずに流す、マイボールにする。それではその尚志高校スタートの11人をご紹介していきます。フォーメーションは 4-2-3-1 です。
ゴールキーパーが1番の野田薫、ディフェンダーは右から2番の荒川龍之介、4番の西舘優馬、3番の大須賀源、10番の高橋響が左サイドバックです。そしてダブルボランチが8番の星圭次郎と6番の西丸優と、右サイドハーフに7番の大内寛介、左サイドハーフには18番の市川京志郎、トップ下に長坂俊太、ワントップ9番のエースストライカー矢崎レイスという少子高校、東北一のパスサッカー集団、全国制覇を目指すスタートの11人です。さあここも矢崎が落ちてボールを収めました。少子高校です。こういう位置で少子高校はボール持ってますんで、相手を引き出すためにはもう少しボールをテンポよく動かすことが大事ですね。学校石川5枚になってます、後ろが、最終ライン人数をかけているというのが学校石川高校。多少外から中に来るボールは OK にしてるかもしれません。中中来られるとボールが近いので失点する可能性は上がります。13番の最後は学校石川の前田翔太郎が外にボールを出していきました。さあ相手陣内深いところからのスローインチャンスが続いているのは少子高校です。裏を狙います、矢崎です、落とした、前田が詰める、ファーサイド、このセカンドボールでした、こぼれている、大内の左足、いいよ、わずかにポストの左を通過していきました。7番大内の強烈な左足のシュートでした。ただ今シュート回転のようにゴールから逃げるようなシュートになりましたね、ここです。なので外れたと思います。これがカーブ回転になったらもしかしたら入ったかもしれませんね。あわや先制と先制点というシーンでした。足の入れ方でボールはこう飛ぶコースは変わりますからね。では少子高校サブのメンバーです。ハリウアズマ、板垣大和、村瀬小太郎、松沢龍馬、久保木壮、坂本周、小笠原啓太、田上真宏、根木翔太、阿部宏と、細野奏、関口源、薄井壮吾、佐古圭というサブのメンバーが入っています。ゆささん、少子高校はこのサブのメンバーも非常に選手層が厚いですね。さあ長岡だ、よく戻りましたね、大須賀君ですね、入れ替わったと思ったんですが慌てずファールせずしっかりボール方向に入りました。3番の大須賀のディフェンスが光りました。ここはコーナーキックは学校石川高校です。1本目のコーナーを迎えました。9番の長岡海里が仲間を鼓舞します。長岡君今サポーターを煽ってましたよ、身長182センチ、チーム1のポストプレー、ヘディングの強さがあります。1本目のコーナーキックはお互いに何か仕掛けてくる可能性があるので注意してみたいと思います。10番の熊倉からボールが送られていきます。縦のラインになってますか、小石川はここからニアサイド、ファーサイド分かれます。ファーサイドにボールが飛んでいく、慌てないこと、二次攻撃がある。5番の原田、一発で中に送ります。こういうボール嫌ですね。熊倉がいます。学校石川高校キャプテンの10番の熊倉和馬です。ここはラインを割りました。選手層の厚さがあります少子高校。ベンチにも21番の根木翔太は準決勝でハットトリックも奪っているんですよね。得点感覚鋭いですからね、そうしたサブのメンバーがどのタイミングで投入されるでしょうか。少子高校です。うわ素晴らしい裏抜け、それはない、抜けた、フラグ上がってない、長坂です、右足のシュートに行った、ヒゲタのセービング。今野村壮太、野村君がオフサイドトラップといってラインを止めたんですよね、ただ VR がないのでしっかりラインついていきたいと思います。14番の長坂もしっかりとそのタイミングを測って裏へ飛び出したというシーン、最後シュートまでつなげまし した。さあ2本目のコーナーキックは少子高校です。ここはキッカー10番の高橋響、正確な左足を持っています。やはりしたたかに背後を狙ってきますね少子高校は、2本目のコーナーキック、選手がここはファーサイドに多く集まっています少子高校です。西舘君が真ん中の PK マーカーと言いますね、4番の西舘強いですからね、強さを見せます。ファーサイドには9番の矢崎レース、低いボールだ、あと8番の星圭次郎クリアしました。学校石川高校です。ファーサイドが空いてる、荒川龍之介長いボールを送ります。いやよく耐えた、一ついい守りを見せました紫の学校石川高校。ではスタートの11人紹介していきます。ゴールキーパーが日下田修司です。フォーメーションは 4-4-2、
ディフェンダーは右から6番の野村光太、20番の吉田晴人、5番の原田俊樹、4番の平楽太賀、ダブルボランチが13番の前田翔太郎と10番の熊倉和馬、右サイドハーフに14番の板倉康生、17番の左サイドハーフ伊藤栄太が学法石川高校1のドリブラーです。2トップは11番の鳥居達樹と9番の長岡海里、打倒少子に闘志を燃やすスタートの11人です。先ほどもいいセーブ見せましたが、ヒゲタ修司、このゲームでもゴールキーパーとしての活躍望まれますね。ヒゲタ君がいるから前から守備いけるんだと思います、安定感抜群です。準決勝では大雨が降るコンディションの中、帝京浅香高校と延長戦まで含めて100分間0対0、その後の PK 戦を勝利、決勝進出の立役者になりましたゴールキーパーのヒゲタ修司です。さあここは2番の荒川、白の少子高校です。ここ1対1、外に持っていきたい。矢崎が中に上がっていました。外に逃れます学校石川です。大須賀君から対角のパスがサイドに出ているので、そこがチャンスで中にクロスを上げたいというコンセプトが見えますね。最終ラインセンターバックの選手も攻撃に加わりながらパスを回して厚みのある攻撃を展開している少子高校です。ここも最終ラインを経由して市川から一度下げます長坂です。学校石川のはミドルブロックを敷いてます、8番の星慶次郎からここもパスを出して相手の隙を伺っていく少子高校、ポゼッションサッカーが持ち味です。さあ奪いました少子高校、いい対応、ここつなげたい、奪い返した紫の学校石川です。切り替えが早い、選手がありました。倒れているのが14番の2年生の板倉康生です。右サイドハーフ、粘り強いディフェンスが持ち味という選手です。3年生と戦う最後の選手権ということで、その3年生を全国に送り出したいと意気込みを話しています。奪った瞬間ここ、いやー少し足が入りましたね、ただ両チームともにこのボールの奪い合いのところでは絶対に相手にやらせてはいけないという強い意志を感じますね。いやもう感じますよね、勝ちたい、もうその魂が伝わってきますよね。では学校石川サブのメンバーです。慌てないことでプレーするのが学校石川、大事です。ではここで学校石川サブのメンバーを紹介していきます。岡部光太、小峰修介、高橋修斗、福島内斗、阿部春樹、関京太、石野雄也、宮沢雄大、内田伊吹、長谷ヒューマ、カマス響、増本康虎、田畑北、豊島瑞希というサブのメンバーです。さあここは中央を経由して左へ市川京志郎、切り込んでいく、下げて10番の高橋響、この位置に顔を出しています。この位置で持てますね少子高校は。中には矢崎、そして7番の大内寛介も上がっている。さあその矢崎を狙っていった、こぼれている、ここは7番の大内寛介です。大内からオーバーラップ、2番の荒川クロス、いいところだ、よく耐えた。もう一度荒川の元にボールが流れていきますが、これはボールを見送っていきました2番の荒川龍之介です。学校石川はここで守備したわけじゃないんですけど、させられてるっていう方向になってますね、少子の圧が強いんだと思います。ここから反撃ののろしを上げたいという紫の学校石川ですが、ここは少子高校がテンポよくパスを回していきます。ファールがありました、少子高校フリーキックです。7番の大内寛介、少子高校のドリブル職人です。圧倒的なスピードを誇ります。相手が来てるの分かってましたね、そのあたりのうまさがありますね。さあキッカーは6番のサイマルなら右足、10番の高橋響なら左足です。中村浩二監督が見つめています。落ち着いてます。あ、いつものようにストップウォッチを首からかけて、ヒゲも生えてましたね。目標は全国制覇、経験が豊富、今年で27年目を迎えました。さあどのような攻撃を見せるでしょうか。27年も経つとああいう風格が出るんですね。まさに王者の風格ですね。すごいです。サイマルか高橋か、ファーサイドですかね、3枚います。サイマルの右足、柔らかいボール弾きました学校石川、長坂のシュート、素晴らしい鳥居君、最後体を張りました。11番の鳥居達樹、学校石川高校です。ただここも少子が残すか、いや外にラインボールが流れました。
ではここも一つセットプレーからチャンスを作りました。尚志高校のベンチサイドの様子はどうでしょうか。能川貴博アナウンサーです。はい、中村監督、試合開始10分の時にこのように立ち上がりました。そして先ほどですね、4バックから3バックに変えるよう指示が送られています。右から西舘、星、高橋です。今日最大のテーマは前、バックパスではなく綺麗なゴールでもなくていい、中に外にそして中にといろんなパターンをジャッジしてゴールを目指します。尚志の見ていて楽しいパスサッカー、今年は一層攻撃的になりそうです。ダブルボランチに入っていた星慶次郎がセンターバックに入って、そして両ワイドの選手がさらに高いポジションを取っている。このサイド攻撃に厚みを持たせたいというのが尚志高校です。引いてくるっていうことを想定してたんじゃないでしょうか。7番の大内寛介、切り込んでいく、相手を背負う形だ。長坂、外使いたい、そう、外に出した市川京志郎、中4枚、慌てない、いやー素晴らしいカバーの中、ただその尚志に対して素晴らしい守り見せています。学法石川高校のベンチサイド、川岸修斗アナウンサーです。はい、4年ぶり2度目の全国を目指す紫の学法石川ベンチです。石井アナウンサーからもありましたけども、3年生53人は学法石川が全国に出場した4年前の99回大会の時、当時中学2年生でした。稲田正信監督は99回大会の優勝を見て、全国から来てくれた学籍史上最強メンバーで番狂わせを起こしたいと話しています。選手たちは3年間掲げてきた打倒尚志を胸に走ります。その99回大会、全国大会に出場した学法石川のサッカーを見て、3年生が53人という創部29年の歴史の中で最多という今年の学法石川高校、その3年生の夢を叶えてやりたいんだと稲田正信監督は話をしています。いやー高い。さあ、ここまでは学籍伝統の堅守が光っています。前半の20分を経過しました。3バックにしたのはこの両サイドを使いたいんですね。高い位置で厚みを持って、ここから外持ってきます。パスを回して相手陣内で攻め込んでいる尚志高校に対して、いやー、さあ奪った10番の熊倉和馬です。キャプテンからエースの長岡帰り、もう一度熊倉から縦につなぎます。11番の鳥居達希を走らせる。今のあたりが学校石川高校の狙いと見ていいですか。そうです、ここで頑張って守備で取った後に前に出てくエネルギーをもう少し出したいですね。さあ、学校石川高校は部員が119人、尚志高校は124人、両チームの部員総勢243人の思いがぶつかる県の決勝、今日はスタンドから大声援が送られています。その応援席の様子を聞いてみましょう。尚志高校の応援席には今野香織アナウンサーです。はい、白の尚志高校応援席です。今日は550人の応援が駆けつけていて、その中には一足先に選手権を決めた女子サッカー部が前のめりで応援する姿も確認できます。そしてシュートシーン以外でも、おーという歓声が今も上がっていまして、一体感があります。これレイアウトに隠されていまして、長坂から前に送る、中に矢崎が走っていました。さあ、このプレーの後に今野さんにリポートをもらいたいと思います。7番の大内寛介、右サイド、2対2の状況、クロス入ってきますよ。荒川は使わない、自分で行きました。いや、崩してきた中を、高橋響、荒川のクロス、いいボールが入る。ここ出てきた1枚、鳥居君、ここも尚志高校、鳥居君がディフェンスライン前下がって守備してますからね。11番の鳥居達希、学法石川高校のフォワードです。全員攻撃全員守備が持ち味という学法石川高校、ここも粘りの守備を見せています。全体的に守るんだっていう気持ちが出てますね。だ、取った後長岡君にできるだけ早くパスを出せるかが鍵になってくると思います。学法石川高校のフォワード、9番の長岡海里が高いポジションを取っています。さあ、その長岡がボールを奪いました。取った時に詰まってしまうんですよね、低い位置に長岡君、鳥居君がいるので。ただチャンスシーン迎えました尚志高校。今野さん、応援席どうですか。はい、応援席とても一体感あるんですが、サッカー部が真ん中にいて他の生徒で挟んでいるので、はい、一体感がある応援になっています。一体感のある応援でアベック優勝を狙います。尚志高校女子サッカー部が3年ぶり2回目の全国選手権出場をすでに決めています。アベック優勝を目指すというこの尚志高校です。会場から一番近くにある高校が尚志高校ということで、今日は500人を超える大応援団が駆けつけています。さあ、7番の大内寛介、このドリブルがあります。素晴らしい、鳥居君ボール奪われない、ただ鳥居のディフェンスも見事です。
10番の高橋響から今度は左をはたいていきます。18番の市川京志郎、前半は0対0でいきたいっていう気持ちが見えます、さあまずは先制点が欲しい尚志高校、矢崎を狙っていきますが、ここですよね、4番の体力強い、ただここで荒川が回収します。尚志高校は何回も何回もやり続けることですね、自分たちで持つ時間が長い、そしてサイドも空く中にもうちょっと人数を増やしたい。大菅から左へパスが出ました。ここは5番の原田俊樹が対応します。学法石川高校です。9番の長岡海里を狙っていきます。さあそれでは学法石川高校の応援席の様子はどうでしょうか。加藤沢アナウンサーです。はい、紫の学法石川応援席です。応援席風が吹くと少しひんやりとするんですが、ほとんどのメンバーが半袖になって熱い声援を送っています。石井精神のスローガンを掲げる学法石川、今回全校応援ということでおよそ300人の大応援団とともに全国を目指します。学法石川高校は今日全校応援ということで、地鳴りのようにその応援がこのメインスタンドまで伝わってきます。紫色が美しいですね、まあ、学法石川高校は99回大会で初めて全国大会に出場したんですが、その時は新型コロナウイルスの影響で応援団はスタンドに入ることができませんでした。選手たちは口々にこの大応援団を引き連れて全国の舞台でプレーしたいという話をしています。いやー素晴らしい縦パス。さあここもサイマルがボールを持って持ち上がっていきますが、ここは原田俊樹の危機管理能力が光りました。学法石川高校のディフェンスリーダー5番の原田、チームとしてシンプルにプレーするって決めてるんだったら迷いなくシンプルにプレーすることが大事です、さあ前半の25分を経過しました。伊佐さん、ここまでの展開どのように見ていますか。圧倒的な攻撃力の尚志と守る学法石川、間違いなくこの構図になってるんで、ただ学法石川慌てず守れてるんでね、この流れいい流れであると思います。学法石川の持ち味とも言える堅守ですからね。そうです。県内屈指の矛盾対決になるこの第103回大会の福島県大会決勝です。かなり準備してきてるように見えます、今大会は準決勝のあと2週間の準備期間がありました。そうですよね、1週空きましたからね。例年は2日後に決勝戦が行われることが多いんですが、学法石川高校の稲田正信監督もこの期間を有効に活用するしかない、徹底的に尚志対策に取り組んできたと自信を覗かせています。今高校生もカメラをビデオに、試合をビデオに収めて分析してますから、かなり分析してお互いを裸にしてると思います。さまざまな技術を駆使して相手を分析してこの決勝戦に臨んでいるという学法石川高校です。ちょっと目が切れてますね。出血があったということで20番の吉田春人が一度ピッチを離れて治療を受けています。ですのでこの時間帯は学法石川高校10人でゲームが再開されるかというところ、かなり激しい球際の攻防がありました。左目の上が大きく腫れ上がっています。20番の吉田春人、尚志高校を後ろ3枚にしているので両サイドが高くなります。そうなると大内君と市川、長坂君、もう少しレイス君の近くでプレーすると攻撃に厚みが出るかもしれません。その厚みのある攻撃に何度も何度も耐えて弾き返しているという学校石川高校、その堅守を破って先制点なるかという白の尚志高校です。相手陣地でプレーしたい、間違いなくいいプレーです。これもここのセカンドボールですね。ってなると二次攻撃でゴールまで行きます、2番の荒川龍之介、いやスライディングで負けたくないという気持ちが出てる。石井さん、はい、どうぞ。白の尚志ベンチです。その荒川にキャプテンマークを託したキャプテンがこちらベンチサイドにいます。千住玲央キャプテンです。右足の怪我のためこれこのどうぞ。この県大会には間に合いませんでした。全国に行けば再びピッチに立てるかもしれない、その望みを仲間に託したんです。チームが勝てなかったとき、雰囲気が悪くなったとき、選手を集めみんなでその壁を乗り越えてきた中心人物です。チーム124人を束ねるキャプテン千住です。怪我でピッチには立てませんが、そのキャプテンマークを今日は2番の荒川に託しています。ここは一つ守るシーンとなりました尚志高校です。セットプレーのチャンスは学法石川高校、学法石川としてはこうしたセットプレー今日は非常に大事になっていきますね。間違いありません、熊倉君ゴールキーパーに向かっていくインスイングのボールを蹴りますので、学法石川は迷わずゴール方向に突っ込んでいきたいと思いますね。ターゲットは9番赤いスパイクの長岡海里、ナイスボール。長岡の上からヘディングシュートまで行くか、
20番の吉田が最後ジャンプしていきました。20番吉田のシュートです。素晴らしいボール、フラッグが上がりました。20番の吉田、一度治療を受けていたんですが、ここでピッチに戻っています。11対11になりましたね、セットプレーから10番の熊倉、非常にいいボール蹴り込んでいきましたね。素晴らしいボールでした、そらせば1点というところですね。石井さん、はい、どうぞ。今ピッチに戻りました吉田陽翔なんですけども、3年生のインターハイは、ベンチ外だったということなんですが、選手権に向けて急成長を遂げてスタメンを勝ち取りました。毎日練習後に居残りで一番最後まで残って練習をしているんだということです。さあ、左サイドから攻め込んでいく尚志高校、14番の長坂、蹴り込んでいく、えぐっていく、ただいい対応、下げて野村君、左足のクロスです。矢崎がいます。矢崎のヘディングシュート、これはクロスバーの上、頭3つ分ぐらい飛び出てましたね、非常にフィジカルコンタクトの強いという9番の矢崎レイスです。学法石川高校にとっては脅威となる選手、ここもこの切り込み個人技からでしたね。キレッキレですね、矢崎が強さを見せましたが、この厚みのある攻撃、破壊力のある尚志高校に対してしっかりと守っているというのが学法石川高校、今日はセンターバックに入っています20番の吉田陽翔です。平君もしっかり体をレイス君にぶつけてましたね、だから自由に飛ばせない、これ大事です。部員数が3年生が53人という過去最多の学法石川高校、20番の吉田陽翔もその出られない部員の分の思いまで今日は決勝のピッチ暴れ回りたいと話をしていました。高校サッカーのいいところですよね、思いはつながっていく。さあ、その吉田から左へ4番の平楽泰が前に送ります。学法石川高校30分になります。学法石川は守備ライン上げないんで、このミドルブロックで続けるんだと思います、これが学法石川高校稲田正信監督の一つの狙いとも言えることですね。間違いありません、準備してきたと思います、稲田正信監督は誰よりも尚志高校に負けてきた自信があると話をしていました。その経験からですね、誰よりも負けたからこそ相手のことを知っていると。素晴らしい。この2週間万全の準備をして決勝王者昇進に挑んでいます。11番の鳥居から回り込んでいきます。14番の板倉康生、負けから学ぶこともたくさんありますね、学校石川高校は去年冬の新人戦で尚志高校に1対3で敗れました、そして夏のインターハイの準決勝では1対6で敗れています。ここは10番の熊倉です。14番長坂、足元収めました。このテクニックがあります。だからやはり先に点を取られたくないっていうのが見えますね、先制点は絶対に渡したくない学法石川。さあ、ここも体を張った守り、倒されました。ファールがありました。尚志高校フリーキック、足が絡まりましたかね。鳥居君、主審佐藤智和さんの笛が鳴りました。鳥居君がここまで戻ってきてますからね、フォワードの鳥居です。11番の選手、さあこの位置、遊佐さんいかがでしょうか。直接行くのか、それともレイス君中の選手に合わせていくのか、今相談してると思います。6番のサイマルなら右足、10番の高橋響なら左足です。ただ学法石川高校にはこの男がいます。ひげた修司です。両チームともにここまでは無失点で勝ち上がってきました。伝統の堅守、学法石川守りきれるか、その壁を破れるか。尚志高校、間違いなくキーパーとディフェンスの間にボールを入れてきます。低いボールこぼれている、弾き出しました。ここは6番の野村光太です。よく耐えた、スピードボールでした。カウンターを仕掛ける、頭からいった、ファールはありません。頭から突っ込んでいきましたね、鳥居君、気迫が感じられます。ここはヒゲタが抑えました。いや、両チームのこの攻防攻守の切り替え、非常に速くなってきましたね。早いですね、攻めるのも早い、戻るのも早い、行ったり来たりの状況が続いているので、どこで尚志がボールを落ち着かせるかだと思います。さあ、前半気がつけば32分を経過、残りは10分を切っています。いや強い長岡君、この周りが反応できるか。サポート14番の板倉です。板倉光成、左足のクロスだ、ゴールキーパーの野田香織が収めました。そしてすぐに攻撃に転じます尚志高校。この攻守の切り替えがあります。やりきって終わる、上げる、打つ、この2つです。2番の荒川龍之介、右サイドバック。7番の大内寛介です、右サイドハーフです。ここから、そう、鳥居君素晴らしい、鳥居のプレス、
やはり長岡君トリックが行くことによって少しラインは上がりますんで、そして湯佐さん、この少子高校ポゼッションサッカーを得意としていますが、このポゼッションというのは相手にとってどういう怖さがあるんでしょうか。やはりボールを動かすことによって相手は走らざるを得なくなる、はい、やはり後半残り15分20分に効いてくるんです。このパスサッカーがボディーブローのように間違いありません。相手の体力をじわじわ削るこの少子高校のパスサッカー、ボールは疲れませんから、ここは矢崎と吉田のマッチアップですが倒されました。ファウルです。少子高校のフリーキックが続きます。これが3本目のフリーキック。審判佐藤さん冷静ですね、ここですね、少し持ってしまったという判断ですね。もうこれは審判のジャッジに任せましょう。今シーズン J2 で主に笛を吹いているという佐藤智和出身です。さあキッカーは6番のサイマルか10番の高橋か。セットプレーからのチャンスが多くなっています。前半34分を経過しています。少子高校は熊倉くんがストーンという位置に立ってるんですけど、熊倉くんを超えるのか、それとも少子高校選手に前に入ってくるのか、ここが鍵になってくると思います。10番の熊倉、紫の学校石川ストーンでゴールの前に立っています。その奥に少子の選手が固まっています。あそこを超えてくるとチャンスになります。9番の矢崎レイス、少子伝統のエースナンバー9を背負う少子のエースストライカー、ここで先制点を奪うことができるでしょうか。ここ見ものですね。フリーキック前半終盤の攻防です。高橋の左足、いいボールだ。ヒゲタ手を伸ばしますが直接流れたか、これはコーナーキックになりました。連続のセットプレー、学校石川は耐え時ですね、時間的にも35分、残り5分ですからね。学校石川ゲームプランとしてはゲームプラン通りに進んでると思います。稲田監督は新人戦とインターハイで負けた経験から前半後半それぞれ試合の入りと最後の締め、この時間帯が一番大事なんだと話をしました。間違いありません。さあここ踏ん張れるか学校石川、決めるか少子高校。両スタンドから大声援が送られています。ゴール前に密集してます。今度はサイマルから密集している少子高校、いやーいいボール回り込んでくる。そうもう一個出ていきたい。ボールセカンドボール回収は少子高校、直接シュートを打っていきました2番の荒川龍之介。ただここもしのぎました学校石川です。やはりこういう拮抗したゲームを分けるのはセットプレー、そして直接じゃなくてもセカンドボールになってきます。ここまでのシュートの本数ですが少子高校が6本、学校石川1本ということで攻めているのは間違いなく少子なんですが、やはりこの学校石川の守りはそれだけ硬いということですね。それだけ硬く、そして準備期間があったので相手を分析できたということですね。石井さん、はいどうぞ。白の少子高校応援席なんですが、先ほどのコーナーキックもかなり盛り上がりました。その応援席の選手の手にはお守りが、さあ鳥が追いつくか、体をうまく入れました少子高校。このカウンターに気をつけたい学校石川は。3番の大菅です。さあカウンターになるか少子高校、左14番の長坂です。長岡君戻ってる全力で、長坂から裏へ左足シュート、こぼれている、押し込めるか少子高校、弾いた学校石川。ヒゲタ君素晴らしいですね。ここもヒゲタ修司、少子の守護神が立ちはだかります。魂のムードメーカーですけど魂が伝わる。そして少子高校素晴らしい裏抜けからのシュートでしたね、角度が難しかったですね。ここです。サイマルの左足弾いたのが学校石川の守護神のヒゲタです。さあゲームが再開されています。ただしっかりレイス君も詰めてたんでね、ヒゲタ君よく真ん中に弾かなかったことが素晴らしいです。弾くだけではなくて弾く場所をしっかり意識していると。さあ回り込んできた学校石川、6番の野村光太です。9番の矢崎です。もう一個耐え時です。学校石川はゴール側からボール出てくることが大事です。最終ラインまで下げました。調子は絶対1点取りたいですね。ここ4番の西立から左へ叩いていきます。高橋響です。レイス君がファーに動いてる。石井さん、はいどうぞ。学校石川ベンチです。稲田正信監督からは我慢我慢という声が飛んでいて、間違いありません。ラインコントロールの指示もうちょっと上げようという話をしています。上げていきたい。さあ左から長坂クロスダイレクトボレー、7番の大内寛介。いや真ん中がぽっかり空きましたね、我慢我慢という声が送られている紫の学校石川高校です。前半は残り2分を切っています。一方の少子高校、多くの人がこの少子高校サッカー部員
15度目の全国出場を願っています。応援スタンドからはマネージャーが作ったお守りを握りしめて今日はスタンドでサッカー部員が応援をしているということで、この支えてくれる人への感謝の思いが多くの人の心を動かすんだと中村浩二監督は話をしていました。違いありません。そして稲田監督よりもう少し上げたいんですけど、選手は少し怖いんだと思います。上げることによって後ろがスペースが空いてしまうんで、ただ強気に上げるしかありませんね。残り2分、うまさ、速さ、強さがあります尚志高校。その王者に対してさらにラインを上げて守っていきたいという紫の学校石川高校、これが見えぬプレッシャーです。4年ぶり2度目の全国を目指しています。さあ前半のアディショナルタイムは1分となりそうです。頑張って前から行った方がいいです。ここ残り1分。さあここは7番の大内寛介、矢崎手をした。この激しい球際の攻防、ここは尚志高校ボールです。目の離せない攻防が続いています。攻める尚志、守る学法石川、両チームの良さがふんだんに現れている前半の40分となっています。ハーフタイムで休めますね。全ての力をまず出した方がいい。これがこの仲間と戦う最後のトーナメント、高校サッカー選手権です。裏を狙っていく、石川からクロスが入る、矢崎もいる。よく戻った。最後は5番の原田俊樹、サイドからの崩しが尚志高校素晴らしいですね。伝統の堅守を託されましたディフェンスリーダー、外に広げてからの中ですね。いや応援席もいいですね、尚志高校赤が目立ってるです。相手に当ててもう一度スローインとなります。1分ですね。残りはアディショナルタイム1分と表示されました。気は抜けませんからね、お互い。新人戦では尚志高校がラスト10分で3点を奪って学法石川高校から勝利を飾りました。守備的なチームは先に入れるとガクってくる可能性があるんで、この時間帯で捉えるとかなり痛いので、早く相手陣地にボールを飛ばしたいですね。そしてここは矢崎がボールを持ってロングスローに行きそうです。尚志高校したたかです、中村浩二さん。矢崎にロングスローがあること私も知りませんでした。私も知りませんでした。しかしここは変化をつけてきました。10番の高橋響き、1人かわして右足の中にボールを送っていきます。まだある、長岡弾いていた、セーフティーに残ります。素晴らしい。タッチラインを割ること、ボールが割ることで1回振って休めますからね。頭は切らないことです。主審が一度時計をちらりと見ました。目安の1分経過しています。荒川龍之介、長坂からクロスが入る、外に原田俊樹、遠くへ。いやー素晴らしい前半。ここで前半終了の笛が鳴らされました。第103回大会福島県大会の決勝戦、尚志高校対学法石川高校、前半は0対0で後半へと入っていきます。福島県大会の決勝は郡山市の会場からお伝えしています。この配信は郡山自動車学校とキスキの提供でお送りします。教習の不安もワクワクも分かち合える、友達のような家族のような存在でいたい、人とライセンスを心でつなぎたい。スピードプラン受付中。郡山自動車学校。福島県内の建設業で初めての L 星認定、福島県ワークライフバランス男女共同参画大賞を受賞。これからも安全第一、品質第一で、株式会社キスキ。毎週土曜日11時40分からは福島県のサッカーを盛り上げるキックオフ福島。いわき FC と福島ユナイテッドの最新情報と試合の見どころを分かりやすく解説、小中高校女子サッカーも徹底取材、サッカーの魅力満載です。それではここで両校の応援席の様子を伝えてもらいたいと思います。まずは尚志高校の応援席の様子、今野香織アナウンサーです。はい、白の尚志高校応援席です。今年の尚志高校全力で取り組んできたことは走りのメニューなんですよね。で、心拍数を上げるものから雪の上を走ることもありました。応援団長の岡部さん、走りの練習はきつかったですか？めちゃくちゃきつかったです。それはどうやって乗り越えたんですか？やっぱり学年3学年仲いいのが尚志高校の特徴だと思うんで、みんなで声かけ合って協力して乗り越えてきました。さあその中から今日は一つトレーニングを見せてもらいます。岡部さんの掛け声でお願いします。はい、じゃあワームスやろう。ワームス、よし、準備準備
よし、1回目、このような地道なトレーニングがありました。以上、昇進応援席でした。選手たちがめちゃくちゃつらかったと話す走り込み、こうした体幹トレーニングを経験したからこそこの尚志高校の前半の厚みのある攻撃が生まれているんですね。辛いことをやると自分の魂になりますからね。今も選手たちはトレーニングをしてくれています。それがプライドオブ尚志ですよ。尚志高校の誇りを胸に15度目の全国の舞台を目指していきます。さあ続いては学法石川高校の応援席の様子はどうでしょうか。加藤サバアナウンサーです。はい、前半固い守りを見せました学法石川応援席には3年生の皆さんに集まってもらいました。創部29年の学法石川サッカー部、部員の数119人と最多ですが、3年生の数も53人と一番多いんです。99回大会を見て絶対に全国に行くと思いを持って集まったメンバーです。もちろん応援でも負けませんよね。はい、史上最強の学籍メンバーです。2度目の全国目指して絶対勝つぞ。それでは皆さん一斉にエールをお願いします。3年生53人、総部員数119人、そして今日は全校応援300人の大応援団が優勝に向けてエールを届けます。あの頃に見た憧れの舞台まではあと1勝です。福島県大会の決勝は郡山市の会場からお伝えしています。中テレは上テレ、福島を盛り上げるテレビ。全国まではあと1勝。第103回全国高校サッカー選手権福島県大会の決勝戦、尚志高校対学法石川高校、これから後半戦が行われます。最初にピッチに出てきました学法石川高校です。さあ解説の湯佐さん、はい、今両チームの前半戦のスタッツが出ているんですけれども、この数字を見ても攻める尚志、学法石川が守るという構図はっきりと伝わってきますね。間違いありません。ただ学法石川としては前半戦狙い通りとも言えるんでしょうか。狙い通りだったと思います。ラインをそこまで上げずにミドルブロックを引きながら、これはもう想定内だと思う。後半どれだけ後ろを上げて得点を取りに行けるか、はい、それが全国へつながると思います。尚志高校がシュート7本、学法石川高校はシュート1本という前半でした。ただ学法石川伝統の守り、その鍛え上げてきたディフェンスが輝きを放ったという前半戦です。後半はどこかで攻撃に転じることが必要になりますからね。そうですね、選手交代も含めて相手に圧をかけていく、尚志高校に圧をかけることが大事になってくると思います。総勢119人の部員がいます学法石川高校です。その願いが込められたこのような千羽鶴もベンチに飾られています。ただ迷いなくピッチに全員が出てきてるんで、指示もそんな長くなくパッとしてるんでしょうね。迷いなく入れると思います。尚志高校もピッチに戻ってきました。尚志高校としては自分たちらしいサッカーは展開できたという前半でしょうか。そうですね、間違いありません。自分たちらしくつないでゴール前へ、クロスからシュートへ。ただその相手の守りをこじ開けるまでは至らなかった前半ということになりました。さあ後半戦はどのようなところを湯佐さん見ていきましょうか。やはりミドルシュートをもう少し尚志高校のは増やすこと、大事だと思います。ミドルシュートですか。遠目から打つことによって相手は前に出ざるを得なくなるんで、今度はペナルティエリアの中が空いてくると思います。なるほど。さあその尚志の先制ゴール、期待がかかるのが伝統のエースナンバー9を背負っています矢崎レイスです。トルコ人の父と日本人の母がいまして、このレイスという名前はトルコ語で一番という意味があるそうです。一番、頂点を目指せと、はい、今日の決勝戦でもゴールを奪ってこの尚志高校を福島の頂点一番に導きたいと話をしていました。可能性はたくさんありますんでね、最初の10分でどれだけ尚志高校は点を取りに行けるか、そこを学法石川は耐えれるか、その中で1本でも2本でもシュートを打てると流れは学法石川の方に流れてくると思います。両校ともにこの後半戦の入り交代はありませんでした。さあ勝負の後半の40分が始まります。今笛が鳴らされました。頑張れ両方。第103回大会福島県大会の決勝戦です。エンドが入れ替わりました。右から攻める白いセカンドユニフォームが尚志高校、
星から前に送ります少子高校です。素晴らしい。さあ9番の長岡帰りから11番の鳥居たつきを狙っていきます。ここは競争になります。3番の大菅の対応、白の少子高校です。大菅源から左足で前に送ります。14番の長坂ルーズボールは学校石川が弾きます。左から右に攻めるのが紫の学校石川高校です。素晴らしい。繋ぐか。11番の鳥居たつき、笛はありません。止まんないでプレーすることが大事です。審判がジャッジしますんで。13番の前田翔太郎、最終ラインから長いボールを使っていきます。少子高校9番の矢崎レイスを狙っていきます。学校石川の方は背後に出ていってますね。素晴らしい。両チームともに選手の交代はありませんでした。フォーメーションなどはいかがでしょうか。そのままですね。少子高校のは3バックになってます。学校石川は4バック、形も変わってませんね。サイド攻撃に厚みを持たせたいという少子高校です。今日のゲームの入り4バックでスタートしたんですが、この時間帯は3バックで戦っています。両サイドが振りになります。さあ右サイド2番の荒川、その荒川サイドバックの選手上がっていきます。右サイド大内勘介、こういう時にレイス君を注意したい学校石川は、はい、さあここもこまめにラインアップすること、ボールに出ることが大事。少子の矢崎レイスが虎視眈々とゴールの前に出ていって先制点を狙っています。真ん中を開けずに出ることですね。サイマルも前に走っています。少子高校です。サイマル君のああいうランニングが相手を下げるので大事です。素晴らしいボール、いいボールが通った。市川京志郎、ボールに出ていきたい。右足パスを選択、ヘディングで弾きますが、こう石川、13番の前田翔太郎です。レイス君今ゴールから逃げるように動いたんですけど、ゴール前に入っていきたいですね。うおー、取ったチャンス。学校石川はこの前の11番の鳥居と9番の長岡ですが、もう前半から本当によく走ってますね。ただかなり高い位置にいます2人が、前半なので背後取れます。そういうこと、高い位置を取っている学校石川。うまい。さあ鳥居たつき、スタミナスピードを合わせますフォワード、上がってきました。倒された。いやー、ファールがありました。学校石川高校のフリーキック。よく体を相手の前に入れましたね。3年生と共に戦う2年生の板倉、素晴らしい駆け上がりでした。ここうまく相手の前に入ろうとしました。さまざまなアイデアがあるこのサッカー IQ の高い14番の板倉光成がファールをもらってフリーキックのチャンス。学校石川、10番のキャプテン熊倉がボールをセット。守護神は少子高校1番の野田薫です。キーパーから離れるボールを蹴りますんで、ただ学校石川からすると自分のところに向かってくるボールが来ます。アウトスイングっていう状況なんですけど、誰に合わせるか。レイス君は超えたいですね。長岡帰りがファーサイドに待っています。この応援です。学籍の紫のメガホンが、6番の野村光太、20番の吉田も上がっています。そしてセカンドボール勝負です。なのでボールにアタックすること、競ることが大事です。そしてその周りが反応すること、迷わず振り抜いた方がいいと思います。右足からキャプテンの熊倉、少子はまずボールを競らせない1本目ですからね。これ全国への思いをこのボールに込めます。いやー、ボールの上を抜けていきました。正直もったいない。ただそれだけこう気持ちがあると、気持ちが溢れているということですね。キャプテンの10番、こちら熊倉和馬です。ただ頭をすぐ切り替えること、ゲームは流れてます。人生と一緒ですからね。さあ一方の学校石川高校、こちらも前半とは変わらない形でこの後半に入っています。はい、今中村浩二監督、18番市川君に何か一声かけました。何でしょうね。左サイドに入っています18番の市川京志郎にメッセージを送ったという中村浩二監督です。石井さん、白の少子ベンチです。はい、和やかな雰囲気でロッカーに戻ってきた選手たち、中村監督は県決勝だから0対0は当たり前だよと声をかけました。前半チャンスシーンが多く見られましたが、後半はゴール前にニアを1枚追加して1点を押し込もう、セットプレーも変化をつけていこうよと強調しました。全員で全員で全員でお前たちが一番いいサッカーをやれとピッチに送り出しています。さらにゴールの前に人数を増やして攻撃に力をかけようという中村浩二監督です。さあ裏抜けた6番のサイマル、ただここはキャプテンの熊倉体を入れました。中村監督は分かってるんでしょうね。1点取れば試合は変わると、ゲーマーも全部来ると。これまで15度この福島県大会を制して
全国に出場しているというこの尚志高校中村浩二監督です。直近10大会の中でも9大会でこの福島を制しています。それだけのこの県決勝での経験があります。そして今年のチームは高校年代最高峰のサッカーリーグプレミアリーグを戦っているんですが、 そのレベルの高い戦いをする中でこの粘り強い戦い方が一つ持ち味になっているんだと中村浩二監督は話をしています。結局人間を作るのは環境ですから、トップレベルで毎週毎週戦っているのは尚志高校のも強さと経験値です。青森山田流通経済大柏などもう全国の名だたるチームが所属しているリーグですからね。そして技術のレベルが高い J リーグのクラブのユースチームとも戦ってますからね、いろんな戦い方をしてます。そしてクラブユースからも勝利を奪っているという今年の尚志高校です。その尚志一方の紫の学校石川ベンチです。稲田監督のハーフタイムの指示ですが、集中して守れている、最初の10分間失点はゼロでいこう、優勝旗を持って帰ろうと選手を送り出しています。さあサイマル、矢崎を狙っていく。今の状況なんですけど、はい、サイマル君がシュートを打っても面白いんですよ。なるほど。レイス君を見るだけじゃなくて、いい状態だったらペナルティエリアです。 16.5 メートルしかない、突き抜けたら入れれます。こちらが今悔しそうに手を一度パチンと叩きました6番のサイマルユートです。ってなるともう少しレイス君が空いてくると思います。なぜか相手ディフェンスはボールに来なきゃいけなくなるので。さあここも一ついい守りを見せました。川岸さん、今のシーンも盛り上がったんじゃないですか。そうですね、あのピッチで横で練習している選手たちも一心にピッチの様子見ています。稲田正信監督からも非常に前半戦は狙い通りの戦い方ができたというリポートがありました。さあここはアウトサイドのパスを出していきます尚志高校です。そうボールに出ていきたい。最終レンクでシュート、クロスバーの上、これです。これで相手は怖くなるんです。最後は10番の高橋響、利き足の左足でシュートを放っていきました。石井さん、はいどうぞ。尚志の応援席なんですが、その高橋の父正樹さんはかつて岩手県の盛岡市立サッカー部として2度選手権に行きますが、ピッチに立つ夢は叶いませんでした。息子が自分の夢を叶えてくれている国立の舞台を目指して頑張ってほしいと親から声、夢をつなぎます。これまでの夢を託したんですね。高校生活を支えてきた保護者の皆さんにとってもこの高校サッカー選手権というのは集大成の舞台、いろんな人の夢が乗っています。いや思いも本当一緒ですね。長坂テクニックがあります。長坂下げてここは10番の高橋響から右にはたいていきます。キャプテンマーク2番の荒川龍之介、この2番の荒川と17番の伊藤栄太は中学時代同じチームでプレーをしていました。グラウンダーのクロス、荒川君がドリブルで仕掛けた時、尚志高校の前の選手はゴール前に入ってきて止まってるシーンがちょっと多いですね。いい形は作っている、あと一つという尚志高校。結局はボールがゴールに入らなければ意味がないんで、チャンスじゃなくてゴールを取るためにはゴール前です。ただそのあと一つをやらせていないというのが学校石川高校の伝統の堅守です。ボールが学校石川は前半より前に来るようになってますからね、それは長岡君、鳥居君が高い位置を取っている、後ろも少し高くなってます。さあ奪えばチャンス学校石川、玉木は負けちゃダメよ。さあ奪った紫の学校石川、倒されたフリーキック、ファールがありました。17番の伊藤栄太です。伊藤君ドリブル得意ですからね、チーム1のドリブラー、小刻みなドリブル、そして肩からドリブルできるのが素晴らしいですね。中学時代は鹿島アントラーズの下部組織の鹿島アントラーズジュニアユースでサッカーをしていました。そこからこの学校石川高校に来て、稲田正信監督が今年一番の武器と評しています。間違いありませんね、そして尚志の今ファールで止まったんですけど、ファールじゃなかったら行かれてましたね。仕掛けてごらん、共にプレーをしていた2番の荒川と17番の伊藤栄太のマッチアップです。面白くなってきた。さあ相手陣内深いところからのスローインが学法石川高校、矢崎が出てきた、この強さがあります。素晴らしい長岡対矢崎のマッチアップ、非常に見応えがあります。さあここでコーナーキックのチャンスをつかんだのは学法石川高校です。後半1本目のコーナーキック、この9番の矢崎レースと9番の長岡海里、この9番対決見応えがありますね。かなり体格いいですからね、さあここはコーナーキック、学法石川10番のキャプテン熊倉和馬から1本目のコーナーキック大事にしたんですね。後半1本目です。さあここも9番の矢崎がニアサイド、長岡もニア、長岡すらしていく、
ト的にあそこニアサイドを狙って少し反らして中央で勝負したかったと思いますね。長岡の後ろで勝負したかった学校石川、非常に質のいいボールが入りました。10番の熊倉和馬です。それでは学校石川の応援席、加藤さんどうでしょうか。はい、後半になって応援の勢いが増してきています。さあ板倉、鳥居だ、鳥居のクロス、長岡大野手シュート、点を仰ぎました。9番の長岡海里で、今のシーン鳥居くんが中を向いたんですよ、はい、中を向いたから長岡くんが見えた、そして長岡くんのトラップ素晴らしかった。いや、尚志のディフェンスも爪が速い。今稲田正信監督も笑顔で今日の9番の長岡に対して OKOK とジェスチャーを送っています。そしてこの時間どっしりとベンチに座っているという、ね、稲田監督です。加藤さんどうぞ。はい、今惜しいプレーをしました長岡選手ですが、父栃信さんは大阪の名門関大北陽高校サッカー部の出身です。高校時代インターハイに2回出場しましたが、選手権だけは出場が叶いませんでした。自分の夢だった選手権、息子には絶対に行ってほしいし連れてってくれと熱いエールを今日も送っています。父の栃信さんはセンターバックだったということで、親子でこのマッチアップの練習をよくやっていた、親子でこの選手権を目指しているという長岡海里です。私もお父さんと蹴りたかった。さあその父の思いも背負って全国を目指します。一つチャンスシーンを作りました学校石川高校です。ここ前に出てくるんですよ、素晴らしい、2回追います。この体力から長いボール右サイドへ、荒川龍之介胸で抑えた。大塚君のこの左足のボールは素晴らしいですね。足響きから柔らかいクロスだ。セカンドボール勝負、矢崎がいる、慌てないこと、ノーファールで矢崎対野村、ここは市川京志郎、最後は左足のクロスだ、マイナス、そんで外に出した、荒川がシュートまでは行かせません。11番の鳥居たつき、なぜそこに鳥居くんがいるんだ、素晴らしい戻り。2トップの11番鳥居たつきのディフェンスでした。フォワードですからね。さあここも少子高校ボールを奪ってからパスをつないで攻め込んでいきます。やっぱここの場所取られますね。さあここで少子高校は選手の交代がありそうです。5番の板垣大和が入ります。18番の市川京志郎に代わって5番の板垣大和。伊佐さん、この18番の市川京志郎も再三持ち味のドリブルで相手を脅かしましたよね。本当に素晴らしい。ただ先に先手を打ってきましたね、少子が流れを変えたいんだと思います。さあその板垣大和は左サイドに入っています。さあ矢崎だ、オフサイドはない。矢崎、中に大内、レイス君ここから中に入っていきたい、ゴール前で勝負よ。その板垣、ここ長坂、長坂君、14番長坂からサポートは10番高橋響き、ここも詰めていくが小石川かわしていく。14番の長坂から下げて8番の星、右サイドへ2番の荒川、荒川からファーサイド、板垣のヘディング、折り返した、後ろからシュート、7番の大内勝助、少子高校後半の14分に先制点を奪いました。学法石川の堅守をこじ開けた少子高校。これだけ右に左に振られると守りづらいですね。そしてよく入ってきた少子高校中村浩二監督。いや今の先制点、ゆささん、少子高校らしさが光りましたね。素晴らしかった、ここのクロスですね、もう荒川君、そしてここをよく折り返して、ただしっかり入ってきたんですよ勘介君が、素晴らしい。中村コーチ監督が後半始まる前にゴールの前に枚数を1枚増やそうという指示を送っていました。まさにその指示通りの先制点となりました7番の大内勘介です。結局はペナルティーエリア、そしてゴールエリアのエリアで勝負ですからね、素晴らしいです。ちょっといい格好、石川レイス君に気を捉えましたね。さあその先制点を少子高校が奪って1点を追いかける形になった学校石川高校、スタンドはより一層の盛り上がりを見せています。選手の交代がありました。9番の長岡に代わって3番の福島ナイト、そして7番の宮沢雄大が13番の前田翔太郎に代わって入りました。動いてきました稲田正信監督です。やはり前ですね、長岡君本当に走ってチームのために戦ったんでね、素晴らしい拍手を送ってほしいと思います。岸井さん、はいどうぞ。先制となりました白の少子ベンチなんですが、素晴らしいとニカッと天を見上げたのは中村浩二監督です。ハイタッチをして板垣を称えました。ガンガンまだまだ攻めていこうよと声をかけています。
ここ最近の福島県大会の決勝戦で尚志高校が先制点を奪ったとき、中村浩二監督は比較的真剣な表情でさらに集中していこうと選手を引き締めるシーンが非常に多いんですが、今日の先制点は笑顔も見られたということで、まあ、それだけここまで苦しかった、そうです、学校石川のディフェンスに苦しまされた尚志高校、待望の先制点が入りました。あと素晴らしい連携からのゴールだったんで、はい、やはり選手を褒めたたえたんだと思います。そして学校石川のキャプテン熊倉和真にイエローカードが出されています。石井さん、はい、どうぞ。失点するという形になりました学校石川ベンチです。稲田監督はピッチをじっと失点の瞬間見つめていました。学校石川は6月のインターハイ予選の3位決定戦東日本昌平高校戦で1対0と先制を許したんですが、はい、このままでは終われないと逆転勝利した経験があります。まだまだここからという雰囲気です。堅守だけではなくて粘り強さも持ち合わせているという今年の学校石川高校です。まあ、これまで過去ゲームをひっくり返したという経験が自信になっていることでしょう。さあ9番の矢崎早い、ここ慌てない、2失点目は厳しいですからね。慌てない、矢崎仕掛ける、右足のシュートに行った、よく防いだ。ここから全員でまずは守ることです。右へ2番の荒川龍之介、ボールへ人が出てくることです。そして真ん中しっかりマークをつくこと、シンプルにやることです。サイマルがいます。相手に当たってコーナーキックになりました。尚志高校後半1本目のコーナーキックです。先制点の後もその攻撃の手を緩めることはありません尚志高校です。2番の荒川龍之介、ここも一つ切り込んでいってチャンスを作りました。やはり先制ゴールの7番の大内、縦に行けるからこそコーナーキックを取れるんですね。あれが中に行ってしまうと時にはカウンターになるんですけど、やっぱ縦に突破できる、ここ強みですね。学法石川今大会初失点を喫しましたが1点を追いかける、ここは何としても守り抜きたいですね。そうです、とにかく全員で声をかけてボールを相手コートに持っていくことが一番です。追加点で全国をぐっと手繰り寄せられるか尚志高校。10番の高橋響の左足から、中には9番の矢崎レースファーサイド、4番の西立がニアサイドです。ずっとストレートボールを蹴ってきているので、次はどうするか、立ち位置的にストレートボールになると思います。高橋から、いやー素晴らしい、のボールセカンドボール、板垣のシュート、途中から入りました5番の板垣大和のヘディングシュートがありました。中村浩二監督もこの板垣ヘディング空中戦の強さ太鼓判をしています。強さがあるからこそストレートで自分たちに向かってくるボールを蹴ってるんですね。こうした、まあ、攻撃的な選手が多くいるという尚志高校です。今チャンスもありました、今野さんどうぞ。はい、先ほど大内が得点を決めた際一目散に応援席に走ってきて応援席のメンバーをぎゅっと抱きしめていました。はい、普段インタビューした際はおとなしいイメージでしたがガッツポーズで煽っていました。それだけこの得点を決めた後仲間のもとに自然と足が動いてしまう、このチームワークを物語っていますよね。それだけみんなで必死に苦しいことも乗り越えてきたってことですよね。部員124人全員の願いが全国出場、その先の全国制覇です。さあ1点追いかけるか、小石から右足シュートに行く、素晴らしいシュートがなかったんでね、最終ラインから上がってきました。前に攻めて上げてく、上げてみることが大事です。後ろじゃない、6番の野村光太から縦につける、福島ナイトワンタッチ、野村光太追いつけるか、うわ惜しいです、わずかに長くなりました。今のシーンで野村君が下げずに中に入れて、これが勝負を分けてきます。後ろに下げても状況はあまり変わらない、もうゴール前に行くことです。状況を変えるためにも攻め込んでいきたいというのが学法石川高校、まあ、交代の切り札でもあります3番の福島ナイトと7番の宮沢雄大の2人が投入されました。そしてこの3番の福島ナイトにはロングスローがあります。学法石川高校の飛び道具がピッチに投入されました。ロングスロー1本目、勝つためには全てやることが重要ですからね。尚志高校の青内君、そこ気をつけたい。いやーゴーファーポストまで飛んでこぼれている、押し込めるか、うわーよく戻った、しのいだ尚志高校、ああいうところです、あそこにこぼれてくる、ゴールから一番遠いファーサイドの場所ですね。ウォーターサーバーの水に水を入れて10キロの重りにして練習していたというこの福島ナイトのロングスロー、ファーポストまで届くということです。それはもう僕でも練習したことありません。そしてコーナーキックを蹴るのも福島です。ゴール向かってくるボール、ナイスボール、いいボール、いやよかった、セカンドボールショー、インスイングのボールを蹴り込んでいきました。早い反応が、矢崎出足が早い。さあカウンター仕掛けるのは尚志高校か、ここは3番の福島ナイト、
どっちだ。ボールを奪いましたが、ちょっと矢崎が左手首を押さえています。大丈夫でしょうか。両方ですね、両方の足が同時に行ってたので、この流れを見ると尚志高校ボールですかね。ここはイエローカードが矢崎に出されました。足を上げたって審判が言ってましたね。学校石川のフリーキックに変わります。福島の出番がここで続いています。いいボールがかなり来てますんで、この福島ナイトは4回戦と準々決勝で直接フリーキックも決めていて、ね、去年の準決勝尚志高校との試合でも2年生ながら直接フリーキックを決めているという今大会屈指のフリーキッカー3番の福島ナイトです。今大会チーム最多3得点を挙げています。私家で映像で見たんですけど、うおーって言っちゃいましたもんね。あのフリーキックは交代の切り札福島ナイト、この選手が入って戦況がどう変わっていくか。ファーサイドには5番の原田俊樹、いいボールだ、すらしていく、外に流れて、ここも福島が駆け寄っていきます。出番が続いています。はい、どうぞ。ピッチに入ってから流れを変えました福島ナイト選手ですが、実は8人兄弟の3番目なんです。今日は長女のジュリアさんは残念ながら応援に来られませんでしたが、父と母そして兄弟6人が神奈川県から全員で応援に駆けつけています。その応援メインスタンドから送られている、その応援を背中に受けてロングスロー、どこまで飛んでいくか。頭でも体でも押し込みたいと思います。押し込め、飛んでいく、キーパーも出てきた。パンチング野田薫、よく弾いた。セカンドボールはどうだ。セカンドボール、両選手が追いかけていきます。ここは尚志高校5番の板垣クリアしました。尚志です、よく残した、素晴らしい尚志高校。さあ1対0、1点のリードは尚志高校、ただこの時間帯は学法石川高校か。もうここから残り20分弱、もう球際の戦い、気持ちの戦いになってきますからね。石井さん、はい、どうぞ。学法石川ベンチには男子マネージャーがいます。185センチと長身の岩谷春樹マネージャーです。2年生の時に病気の影響で選手からマネージャーに転向しました。石川町の出身ですが、寮生活を選択して選手を支えています。岩谷マネージャーも本当は自分がサッカーをしたい気持ちもあるが、その気持ちをこらえてこの3年間選手たち仲間を支え続けてきました。稲田正信監督も、お前たちには支えてくれる仲間がいる、その感謝の思いをプレーで示せと試合前にメッセージを送っています。本当、当たり前当たり前じゃないんでね、もう全てを感謝して戦ってほしいですね。試合の勝敗最後左右するのはサッカーのうまさではない、心の強さだと稲田正信監督は選手たちに伝えています。そうですか、はい、私ももう同感です。本当にそこです、もう心魂この2つです。1点を追いかける学法石川ですが、共に戦ってくれる仲間がベンチにいます。そしてスタンドからも多くの部員がエールを送っています。土台はうまさじゃないんでね、魂と心です、これです。さあ長坂、素晴らしい下高だ。ここも14番長坂のうまさが光りました。うまい、ああいうところ当ててコーナーにする、そして自分たちの時間流れを取り戻す。さあ追加点を狙う尚志高校、キッカーは6番の西丸優斗。1対0、この時間帯の追加点は非常に大きなものにもなっていきます。守れるか学法石川、ただ今までコーナーキック簡単にやらせてないので、しっかりボールにアタックすること、難しければ人に競らせないことですね。もうこの2つ、そしてセカンドボール勝負です。ファーサイドには板垣大和、ニアサイド矢崎です。矢崎だ、低いボールできましたね、変化をつけてきました。6番のキッカー西丸優斗、さすが中村監督ですね、相手を揺さぶるのは素晴らしいです。さあ大内寛介のドリブル、西丸優斗、いい体の向きだ、しっかり出てきた、高橋響からそう出てこい、前に最終ラインからのシュートとはなりませんでした。学法石川高校、ここで一気にラインを上げられるか。鳥居君きついけど、星圭次郎から右へ、少し長くなりました。尚志高校のはああいうボールを前ではなく横、斜め前につないで自分たちの時間帯を作ることが大事ですね。そしてここで学法石川高校は交代カードをもう一枚切ってきます。19番の阿部春樹2年生が準備をしています。
チャンスメイクを得意としている主にサイドバックを務める選手です。そう、素晴らしい落ち着き、これでゲームが落ち着きます、さあここは1点リードした尚志高校、持ち味のパスワークを見せて相手を揺さぶっていきます。長坂が追いかけていきました。奪った後に1本2本つなぐことで少々落ち着きを取り戻します、さあここで選手の交代、学校石川高校14番の板倉康生に代わって19番の阿部春樹が入ります。2年生から2年生、思いを託す選手交代になりました。よく走りましたね、ドリブルでもよく突破して素晴らしいプレーでした。攻撃的な選手がピッチに投入されました学校石川高校です。さあここは高橋響、白の尚志高校です。そう、ノーファルで挟み込んでいく、素晴らしい。奪ったのは学校石川、10番の熊倉から前、鳥居辰樹よく走っています。ここに福島くんもついてくるか。福島が一列後ろに待機するような形でしたが、ここは学校石川高校鳥居のファールがありました。あ、素晴らしい。ファールした後にこうやってポンポン、これがフェアプレーです。これがリスペクトですよね。大事な心です。8番の星慶次郎です。尚志高校の攻守のバランスを取る舵取り役、この星慶次郎がダブルボランチに入るのか、また3バックの中央に入るのか、尚志高校にとっても非常に大きな選手なんだと。そうですね、中村コーチ監督は話をしています。この星の立ち位置によってサッカーのスタイルが変わるという尚志高校、つなぐためには落ち着きとリズムは大事ですからね、さあここも矢崎が高さを見せましたが、弾いたのは学校石川です。矢崎君負けてないですね。ヘディング素晴らしい。大内から奪った学校石川、前に、いやー切り替えが早い高橋君、下がらない学校石川、下がらない。3番の福島ナイト引き下げて尚志高校です。そう、よく出てきた。中央で14番の長坂、そうです、このテクニックがある。人数をかけてボールを奪いに行きます、紫の学校石川高校で、ここ外走れるか。後半27分になりました。いや落ち着いてる。最終ライン、ここで落ち着いてボールを回す王者白の尚志高校、1点のリード。そして学校石川、前から来たら背後ですよね。6番の野村光太から。石井さん、はい、どうぞ。白の尚志ベンチです。貪欲にボールに食らいついていった10番の高橋響なんですが、高橋は岩手県岩手町という人口1万人ほどの町出身です。中学3年生に進級する春、学校のサッカー部員は高橋たった1人となり廃部となりました。だからこそ部活動でサッカーができるこの喜びを、そしてありがたさを誰よりも知っている選手です。全国から集った最高の仲間とサッカーができて最高ですとピッチに入っていってます。この10番の高橋響もこの寮生活、尚志高校サッカー部の生活が本当に楽しいんですと笑顔で話をしていました。それはやはり悔しい苦しい経験があったからですね、中学3年の時に。ただ全国までこの仲間と思いをつなぐことができるのは福島の頂点に立ったたった1校のみです。後ろ頂点の座をかけて尚志高校と学法石川高校、決勝戦が行われています。よく押し返しましたね。こうなると学法石川はナイト君のロングスローがあるんで、とにかくボールを前に前にも持っていくことです。手段は関係ありません。前に行けば何かが起こる。願いが込められた千羽鶴の前から助走を取って仲間にボールを送り込んでいきます。3番の福島ナイト、これが3本目。セット後、速いボールです。セット後すらしてセカンドボールはどうだ。尚志高校が先に触りました。レイス君に走られることが多いんで、はい、レイス君の前に誰かを立てることも大切ですね。あそこを超えるとゴール前入ってきます。石井さん、はい、どうぞ。学法石川応援席です。その矢崎レイス選手ですが、学籍キャプテンの熊倉一馬選手は中学時代の最後の公式戦で対戦相手だったということです。その試合は熊倉選手が勝ったということで、今日も絶対に勝つと家族も応援をしています。中学時代に対戦をした、まあ、かつてのライバルがこの高校サッカー選手権の舞台でもライバルになって、そして県の頂点をかけて戦っているというこの巡り合わせ、お互いこの高校3年間でどれだけ成長したのか、その成長した姿をぶつけ合うのは楽しみでしょうね。やはりライバルがいるって大事ですよね、競い合うってやっぱ大事です。様々な環境で成長を遂げてこの県の頂点をかけた決勝の舞台に立っています、9番の矢崎レイスです。そして学校石川10番の熊倉一馬、ここまでは尚志高校が1点のリード、そして間もなく後半30分になろうとしています。物語はここからですね。残りは10分です。
何が起こるかわからないようなサッカー、尚志高校はとにかく2点目を、そして学校石川はとにかくボールを前にして同点に追いつくこと、どんな形でも突っ込んでも入ればいいんですからね、心ごと持っていけるかです。稲田正信監督、これまで誰よりもこの尚志高校に負けてきました。選手たちも新人戦、夏のインターハイの準決勝と、今年のチームになって2度尚志高校に敗れてきました。打倒尚志への思いは強いものを持っています。サッカーでの悔しさはサッカーでしか返せませんからね。ここ足が引きちぎれてもいいからとにかく走ることです。さあ板垣からパスが出ます。14番の長坂、もう一度板垣、5番の選手です。ここは野村航太のディフェンス、ボールを奪ってから11番の鳥居達樹、足が止まることはありません。右へ展開する、途中から入りました7番の宮沢、ここがつながればというところでした。ただここも11番の鳥居が前からプレッシャー仕掛けていきます。ヘディングで弾く学法石川、セカンドボールの奪い合い、ここが後ろサポートしたい、そしたら前に出ていく、いやー素晴らしい激しい攻防がありました。さあ裏を一本狙っていく尚志高校、9番の矢崎レース収めた、いやよく抑えました。ここで長坂くんが勝負できる、長坂のサポート、大内寛介先制ゴールがありました。大内くん中でプレーしてますね。大内ファールがありました、うまい、倒れてフリーキック尚志高校、こうボールを体からあえて離してドリブルしてるんですよね、で相手が来たらチョンって前に出してファールをもらう、さすがですね寛介くん。この7番の大内は遊佐さんと一緒にトレーニングをしたことがあるということですけれども、遊佐さんから見てこの大内どういった選手でしょうか。やはりスピードがあってドリブルが上手、そしてやはりこの左足ですよね。もっともっと振り抜くことによってチャンスが尚志高校に訪れると思います。遊佐さんからはもっと自分をピッチの上で表現しようとアドバイスをもらったということです。こういう中でもこういうプレッシャーの中でも堂々ともっとやれると思います。存在感を見せています。さあ追加点のチャンス、尚志高校6番の西丸なら右足、左なら10番の高橋、ヘディングの強い5番の板垣も入りました。高橋からいいボールが入っていく、ヘディングでかき出すのが紫の学校石川高校、しのぎます。よくつないだ、出てけ、ここはついだ、出てけ、戻り早い星君、11番の鳥居達樹、ただここは2人で挟み込んでいきました。尚志高校の8番の星圭次郎がボールを奪います。抜け目ないですね尚志高校は、もう全力で戻ってきますんでね、これはもうプレミアリーグの経験でしょうね。いやいいとこ入った。さあ7番の宮沢からいいパスが出るか、3番の福島ライト、いや追いつけばチャンスでした。途中交代の切り札7番の宮沢雄大と3番の福島ライト、今年はこの選手層の厚さがある、学法石川史上最強メンバーが揃っていると稲田正信監督は話をしています。このロングスローの時に尚志高校のキーパー野田君は結構前に出るんですよ、なのでレイス君の前で触れるか触れないかが勝負どころになってくると思います。とにかくボールを後ろにこぼすことです。いやサイド、おー来た、こぼれている、シュートまでいくか、セル、ファルはない、右のクロスだ、いやもう前にそうワンタッチで入れていく、ここはゴールキーパーの野田香織が抑えました。このキーパーの野田香織は第97回大会で尚志高校が全国大会ベスト4に行った試合、その準決勝を埼玉スタジアムで見て、このパスサッカーにゴールキーパーとして加わりたいという夢を抱いてこの尚志高校にやってきました。たくさんの夢を与えてますね。中学時代にはこの尚志に入るために努力をしてきたということです。いやそれで夢が叶ってんですか、素晴らしいですよね。長坂からワンタッチ、6番のサイマルへというパスでした。おーよくつないだ、矢崎奪います、フィジカルの強さが光ります。右サイドからこれ縦いけるんですよ、荒川龍之介、右足のクロスだ、板垣がいる、いや出てこい、矢崎きついけどここからはもう魂の勝負、出てこい出てこい、波状攻撃を仕掛ける白の尚志高校。さあ後半34分を経過しています。福島の頂点までは残り6分を切りました。そう尚志高校は動かすボールを、高橋響、そう出てくる、3番の大須賀磨いてきました。このパスワーク尚志高校伝統のサッカーです。はいどうぞ。紫の学法石川応援席、まだまだ応援席は諦めていません。17番伊藤栄太選手ですが、鹿島アントラーズが好きで中学時代はジュニアユースに通うため長野から茨城県に引っ越しをしたそうです。その時に一緒について行ったのが母の沙織さん。大切な試合の前は毎回勝負の神様鹿島神宮にお参りに行くそうで、今回も勝利を願ってきたということです。その17番の伊藤栄太です。
中学時代は鹿島アントラーズの下部組織でプレーをしていました。そこで磨いたドリブル技術、今ではこの学校石川高校一番の武器になりました。したたかに今狙ってると思いますよ、伊藤君。ここまではなかなかその伊藤がボールをもらえる機会というのがないんですよね。そうですね、守備に追われている時間が長いです。ただやはり少し今稲田監督も前へ前へって言ってるんですけど、前に来ているので高い位置で持てたらペナルティーない勝負です。左サイドハーフの17番の伊藤栄太です。マッチアップしているのが尚志高校右サイドバックの2番の荒川龍之介。2人とも鹿島アントラーズのジュニアユースの出身です。17番の伊藤はその荒川について、荒川のうまさを知っているだけにこの決勝の舞台戦うのは少し怖いところもあるが、自分の成長を見せつけてチームを全国に導きたいと思いを話していました。石井さん、はい、どうぞ。その伊藤栄太なんですが、荒川とは一緒に旅行に行く仲だそうなんです、で決勝進出の祝福の連絡が荒川から伊藤あったということなんですが、ここからは真剣勝負のライバルだから次連絡取り合うのは決勝が終わってからにしようとメッセージが届いて連絡を絶ったということです。荒川と伊藤両選手の全国への強い思いが伝わってきます。さあここは学校石川高校福島ナイト5本目のロングスロー。メインスタンドからもう応援入ってますよ。ネットを揺らせるか。いやー来た、このセカンド前に落としたい。最終ラインからヘディングで送っていきます。野田も出てきた。抑えました、野田香織です。野田君の位置はちょっと外したいですね、キャッチされたチャンスがないので。野田香織は尚志高校準々決勝からの登場で、この決勝戦が初出場なんですけれども、落ち着いたプレー見せてますね。落ち着きすぎてます、野田は見据えてきたのは第97回大会のベスト4、その準決勝全国の舞台を目指して練習をしてきましたので、ここでは負けられない、緊張している場合じゃないという思いがあるのかもしれません。石井さん、はい、どうぞ。白の尚志ベンチです。サイマル6番に対して10番の高橋との距離を詰めろという指示がありました。サイド攻撃あと1点が欲しい尚志高校です。もう1点が欲しい尚志高校、中村浩二監督です。1点じゃ安心できないですからね、1分でも1秒でも状況が変わって点数が入るのがサッカーですから。学法石川後半に入ってこうしたセットプレー、ロングスローでチャンスを作るシーンは確実に増えてきました。稲田正信監督もこのセットプレーが今日の決勝戦は勝敗の鍵だと話をしていました。ポジション争いが激しくなってます。後半5本目のフリーキックです。なんとか頭に当てろ。さあ向かい風の中、ここは流れていきました。ゴールは外したくない。さあ学法石川高校1点を追いかけています。石井さん、学籍史上最強メンバーが揃っています。はい、どうぞ。1点を取るしかなくなった紫の学法石川ベンチ、稲田監督からは3バックの指示が出ています。右から原田、吉田、平楽、この3人です。最終ラインのメンバーを3人にして前に厚みを持たせようという稲田正信監督です。言い方合ってるか分かりませんが、一発勝負なので守ってるだけでは勝てませんからね、点取るしかありません。さあピッチの仲間、スタンド、そしてベンチからも多くの人が学法石川高校全国大会出場を願っています。そして3枚になると伊藤君がもう少し高い位置に行けるかもしれません、ドリブルが行きます。さあその17番の伊藤栄太にボールをつなげるか、学法石川高校。さあここは長坂とのマッチアップ、6番の野村光太です。2人で挟むのは学法石川。いやフリーキックは尚志高校です。長坂君小柄なんですけど、本当に執着心がボールをやってすごいです。プレミアリーグでも身長は163センチなんですが、大きな選手にも当たり負けないこの技術、ファストタッチのボールの置きどころ、とにかく意識しているということで、中村浩二監督も子供たちに一番真似してほしいプレーヤーなんだと話をしていました。ここです。で簡単に倒れないんですよね、頭の位置が下がりすぎない、執着心が強い。さあ10番の高橋か6番のサイマルか、大きな追加点2点目奪えるか尚志高校です。自分に向かってくるボール、速いボール、ここはヒゲと抑えるか、こぼれている、かき出しました。ほらチャンスが来た。さあ17番の伊藤栄太だ、いけ、ドリブルが持ち味の伊藤、伊藤対荒川、パスをつなげるか、11番の鳥居が走り出していました。星君冷静です。ここもメインスタンドからは悲鳴に似た歓声が上がりましたが、小石川高校、ああいうところを自分で行けばいいんですよ、自分で行けばいい。ピッチに立てなくても自分の居場所でそれぞれの選手が全力を尽くして戦っています。
今年のチームは選手権を通して誰かのために戦い切ることができる集団になったと稲田監督は話をしています。何のために練習してきたかって、ここの残りラスト3分2分この苦しいところで走るためですからね。戦うためやってるんだから頑張った方がいい。ここさあ長須からパスになる。頑張らないと後悔しますからね。最終ラインから前につなぎます。前に行け。アディショナルタイムは3分です。素晴らしい星君、慌てないこと。少子高校4年連続15回目の全国へ。そう残り時間は3分を切りました。さあ学法石川高校4年ぶり2度目の福島の頂点へ、1位選進打倒少子の思いを燃やして1点を追いかけています。応援団も選手も全員も人生かけてここに立ってますんでね、最後の最後まで応援団を頑張って応援してほしい。この仲間と戦う最後の舞台が高校サッカー選手権。そういいとこ。3番の福島ライト走っていきます。いやいいとこで止めた。いやファールにしてしまったか。ファールになりましたか。学法石川がファールということで、これは少子高校ボールです。もったいない。あそこでスローになったたらればないんですけどね、さあまだ最後の最後まで何があるか分かりません。高校サッカー選手権福島の頂点が間もなく決まります。学校石川頭の中だけでも負けるってことを思っちゃダメですからね、自分たちを信じること、やってきたことを信じること、それが必ず引き寄せる力につながります。メインスタンドからもすごい声が出てます。さあ1点奪えるか。学校石川ロングスロー。毎日やることは自分を信じるためにやるんですからね。6本目やってきたことが正しかったって証明するんですよ、お互いに。頭ごとでも突っ込む少子はここのボールを弾いて2点目取りに行く。こじ開けることができるか。やるかやらないか自分次第ですからね。ニアサイドには原田飛んでいく。ヘディングでここは宮崎です。上げちゃい。福島回収ワンタッチで上げる。ここはキーパーが直接抑えました。よく抑えた。少子高校まだある第90回大会97回大会過去最高成績は全国ベスト4。ただメンバー共通の願いは全国制覇です。偉大な先輩たちを超えるために今年はとにかく走る力を磨いてきました。この決勝でも最後までその足が止まることはありません。素晴らしい。1点のリードをここまでキープして、さあ残り時間1分を切っています。いやーやらしいとこに蹴る。いやいいクリア。中に戻せ。よく戻した。裏よ。行った。さあここは学校石川最後思いをつなげるか。蹴らせない。裏を狙っていきます。1点を追いかける学校石川。学法石川の堅守をこじ開けて後半に先制点を奪った少子高校。上げ切れるか。そう鳥居から3番の福島逃げ熊倉。いやパスがつなげる6番野村光太。上げてみろ中へ熊倉。相手に当たってコーナーキックになりました。後半手元の時計で間もなく43分目安の3分を経過します。稲田監督も声を枯らします。さあこれがおそらくラストプレーになるでしょう、これが最後ですよ。少子は絶対出させちゃダメ。こじ開けるか学校石川。セカンドボール勝負。守って頂点に立つか少子高校。レイス君を越えてファーサイドの多分 PK マークのあたり飛んできます。ニアサイドに鳥居たつき、ファーサイドに5番の原田が上がっています。ゴールのラインを外さないことです。グラウンド変化をつけてきた。ここは少子高校がクリアして試合終了のホイッスルが鳴り響きました。少子高校4年連続15回目の福島の頂点に立ちました。東北一のバスサッカー集団が全国の舞台へと乗り込んでいきます。試合終了の瞬間笑顔がこぼれました少子高校のイレブン。これで男女アベックでの選手権出場を決めています。先制点が決勝ゴールになりました。7番の大内寛介です。一方学法石川高校あと一歩王者に届きませんでした。ただ最後まで磨き上げてきた堅守、全員攻撃全員守備をこの決勝のピッチで見せてくれました。両チームにスタンドから温かい拍手が送られています。ここも王者の壁に
あと一歩乗り越えることができなかった稲田正信監督。素晴らしいゲームでしたね、最後の最後までよくボールを追っていろんな人の思いを背負いましたね。それでは勝ちました尚志高校中村浩二監督のインタビューです。はい、福島の頂点に輝きました尚志高校中村浩二監督にお越しいただいています。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。4連覇です。今のお気持ちお願いします。いや、毎年言ってますけど連覇は全然気にしてなくて、この3年生に、選手権という舞台が、もらえたっていうこと、奪えたっていうことがすごく嬉しいです。後半板垣選手を投入してすぐの得点となりました。監督の采配通り、読み通りだったんでしょうか。いや、そんなことないと思う。本当にあの大和がもともとレギュラーだったのが、あの苦しい思いをしていたんで、なんか点取ってこいよって入れただけです。ただ学法石川高校の粘りの守備には苦戦したんじゃないですか。そうですね、本当に学籍さん、あの固い守備で、あとセットプレーが強いんで、ものすごくあの大変でしたけど、もぎ取ってくれました。今年の選手たちの成長っぷりはいかがでしょうか。そうですね、あのプレミアリーグとか、すごい今苦しい思いをしているところがあるんですけど、本当に全員で、毎日毎日一生懸命練習して、365日サッカーっていうテーマで本当に頑張れてると思うんで、あと残り3試合も頑張りたいなと思ってます。そしてもうあさってには全国の組み合わせ抽選会が行われます。今大会で15回目の挑戦、先生の夢を教えてください。いや、本当に夢は全国制覇なんですけど、もうそんなところを言ってないで一戦一戦頑張りたいと思います。ここまでは中村浩二監督でした。ありがとうございました。続いて先制点が決勝点ともなりました7番の大内寛介選手です。見事な先制点です。あのシーン振り返ってください。まあ、クロスが上がった時からまあ、ファーに折り返してくるなっていうふうに思ってたんで、まあ、しっかりそこ予測したから、まあ、冷静にあそこゴールに流し込めたかなと思います。はい、板垣選手からのアシストもありました。チーム力鍛え上げられた成果は見せられましたか。まあ、決勝は攻撃的なサッカーで行こうって言って、まあ、両サイドバックしっかり上がって、サイドバックのクロスからサイドバックを折り返してっていう、それをこう体現するようなゴールだったんで、本当に良かったかなと思います。高校生活の集大成とも話していたこの選手権の舞台ですけれども、3年間そしてまた全国にも夢はつながっています。その意気込みを教えてください。まあ、とりあえず全国への切符をしっかり取れたんで、ここからプレミアリーグとか、まあ、しっかりそこで準備して、まあ、全国制覇に向けて全員でやっていければと思います。大内寛介選手にお話を伺いました。ありがとうございました。続いて副キャプテンの荒川龍之介選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ちから教えてください。まあ、試合前緊張してたんで、今こうやって勝つことできて嬉しいです。フォーメーションの変更もありました。あれは選手たちでまた一致団結変わる瞬間というのはあったんでしょうか。まあ、そうですね、試合前から監督は5分間は4-4-2で行って攻撃的に行くって言ってたの、まあ、そこから3枚に変えて、まあ、それもいつもやってる形なんで、その形で攻撃的に行って点決めることができたんで良かったです。そして荒川選手自身のシュートシーンというのもありましたけれども、自身選手としてこの決勝戦振り返ってください。まあ、決勝戦は難しい試合になると思ったんで、まあ、最初は難しい形が多かったんですけど、まあ、そこで自分が何かして勢いづければいいなと思ってて、でもああいう形で攻撃的に関われたので良かったです。そして尚志高校に来て出会った仲間、荒川選手にとってどんな存在でしょうか。まあ、こうやって試合に関われない中でも、まあ、家族だったり、まあ、応援席にいる人たちのとか、まあ、学校の関係者の尚志ファミリーとして、まあ、この一勝を勝つことできたんで良かったです。そして今日は怪我でベンチを外れてしまった千住キャプテン、千住キャプテンからキャプテンマークを巻いてもらっていましたよね。はい、どんな思いを受け取りましたか。まあ、千住が怪我で出れなかったので、まあ、自分が巻いて、そこで千住のためにもチーム全員でやってやるという気持ちは大きかったです。次は全国です。意気込みをお願いします。まず
最近、まあ、初戦とかで敗退することが多いのでまず一戦主将として戦って一試合一試合に挑戦者として戦って、まあ、最終的には全国制覇する形いきたいと思ってます。荒川龍之介副キャプテンでした。尚志高校優勝インタビューでした。敗れました学校石川稲田監督は選手たちはよく頑張った、出せる力は出せた、この負けを財産にしてほしいと話しています。